マイデジ TV をご覧の皆さん、こんにちは。白洲仁です。横田真由です。ソロデザインというデザイン会社の、社長なんですけども、まあ普段はすごくいたずら好きで、ちょっと一見チャラそうで、まあ、現にいろんな女の子がいて、まあ、殴られたりしてるんですけど、でも実は、まあ、とある心の傷を抱えていて、その闇がゆえに、いろいろ、まあ、今回主にノラクラ、ナホと、うまくいかなかったり、それがゆえに助けてもらったりとか、はい、そういうキャラクターです。私演じたノラクラ、ナホは普通の OL を夢見てる女の子で、すごく何事にも一生懸命で、で全力だからこそすごく空回りをしてしまう女の子なんですけど、それを関坂さんに出会ってどんどん変わっていく、関坂さんに救われたりとか、どんどん惹かれていく女の子です。すっごい本当素直にキュンキュンして、ナホっていう女の子がすごい素敵だなって思って、こんな女の子になりたいなって思いました。それで、やっぱ頑張ってる人、なんか何事にも頑張ってる人はやっぱ絶対誰かが見ててくれるんだなとも思いましたし、だからそれを、その女の子を演じれるのはすごく嬉しいなって思いました。今回匠はなかなか抱えてるものが大きいので、これはまあ心して演じないといけないなっていうのがまず第一の感想なんですけど、でも、まあ、純粋に読者として一番思ったのはナホのキャラクターですね。欠点がないんじゃないかっていうぐらい素晴らしいいい子で、なかなかくじけないし、嫌なことがあっても絶対人のせいにしないし、ヒロイン史上僕の中でナンバーワンじゃないかなと思ったぐらい、はい、いい子だなと思いました。いや嬉しいです。その役演じるの嬉しい。だっていっぱいやってるのに、私は初ヒロインですし、なんかすごいやっぱっていうか、もっともっと頑張ろうって思いますね。この役を演じるってすごいプレッシャーだなって思った。本当になんかそう、プレッシャーはもちろんありますし、すごく感情が動く子ではあるので、それをどう表現するのかが難しいなって思って、いろいろ役作り考えて日々撮影してます。第一印象、まあ最初はふわふわしてる子なのかなって思ってましたけど、実際会ってみて、撮影で時間を過ごしてみて、もうすごくしっかりしてる子でしたね。年の割にもちゃんと礼儀も、まあ、当たり前ですけどね、でもそういう当たり前のことを当たり前のようにちゃんとできる子だなって。やっぱ年上、すごく年上っていうのもあるので、やっぱ緊張とかはしてたんですけど、そんなに年上じゃない、年上ですよ私からしたら。確かに確かに確かにってなってくれるのね、ありがとう。そう、でもなんかすごい、なんだろう、この白洲さんの雰囲気が、なんだろう、すごい柔らかい雰囲気なので、一番最初あったのグラフィックだったんですけど、撮影だったんですけど、その時から全然緊張せず、ナチュラルに自分のまんまでいることができたので、なんかすごい人をリラックスさせる効果のある方なのかな、リラックス効果の方です。マイナスイオン出てます。そうですね。そこは任せました。胸キュンシーンね、待って、やっぱね、女子目線のね、
何がキュンってするかって俺も聞きたい。あ、でもそれ1話でって言ったのかな、1話でその痛いとこ他にもあるんだろうって言われるんですけど、やっぱ女性ってなんかお母さんになった人とかももっとだと思うんですけど、なんだろう、すごい強がってしまう部分とかっていっぱいあると思うし、その弱みを誰しもに見せれるわけじゃないじゃないですか。それを相手から気づいてもらえるっていうのはすごい、なんだろう、胸キュンなのかなって思います。そうですね、まあ、僕的にはね、あのシーンもね、その痛いとこあんだろっていう、ほっぺまでつねらなくていいのになとか思いながらちょっとやってるんですけど、うん、まあでもそれがね、女子的には良いのであれば、うん、いいと思います。はい、ちょっと安心しますいや、もう可愛いんで、ずっと可愛いんですけどよく言うわシーンでか、でも、うん、やっぱ横田さんの笑顔ですかね、この笑顔です、この笑顔ですまあそれはもちろんね、お芝居中もそうだし普段も含めなんですけど、うん、すごく匠としては救われる笑顔をしてくれるから、はい、そこは、まあ、キュン、まあ、キュンもしてます、めっちゃキュンとしてます僕はシチュエーションですごく日常的な、まあ、2人で洗濯物干すとか何でもない会話をしながら、いい天気の中洗濯物干す、そういうのがすごくいいなって思います。ただうちはもうドラム式なので洗濯物は干さないんですけど、いやでもやっぱ憧れますね一緒にってところがいいですね。でもそれで言ったら、ただ一緒に手つないでお散歩するだけでも幸せだなとは思いますね。本当それ可愛いな手つないでお散歩ね、そうそうそう、おじいちゃんおばあちゃんが手つないで歩いてたりするんだなと思う、キュンとする。いや、そういうおじいちゃんおばあちゃんになりたいな、そういう年の取り方したいなと思いますよね。あの、すごくナチュラルにぶりっこするんですよ、ね、やめてください、してないのにさ、なんか違う唐突にやったりするんですよ。わけがあるんですよ。フェイスシールドしてるんですけど、それがなんかここにも挟まるのかなと思って私がやっただけで。そんな風に思う？ここにも挟まるのかな？なんかもう、でも機械的な運動になってるじゃないですか。なんかそれがなんか。言ったけどフェイスシールドだけじゃないよ別に。そう。なんか急になんかね。なんか俺誘惑されてんのかな？可愛らしい一面ですね。あ、なんかアホだなって言われるシーンでの時に、私のよりだった、私のよりでしたっけ、顔を撮ってる時に返しどころがど、あのセリフのどこから始まる、あ、そうそう、セリフのどこから始まるか、そのお芝居がどこから始まるかがもうめちゃくちゃ、もう結構前のところからスタートをして、違ったなってボソッと本番中に言ってて、ちょっとね、ややこしいセリフっつがアホだな、アホだよみたいな、ちょっと語尾がちょっと違うぐらいのセリフだったんですけど、それの順番を間違えた、間違えたなって言ってて面白かったです。私ボソッと間違えたなごめんっつってそう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 、面白かったです。私はもし撮り直しになっちゃった、やり直した、ね、やり直しですか、はい、すいませんでしたいや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 、ちょっとって言いながらね和気あいあいと進みましたねどうせもう逃げられない、ぜひ見てね。